はい、始まりました、現役復帰チャンネルです。はい、そういうわけで、エブリデイベンチプレス3日目ですね。今日からですね、このちょっとねブリッジ組んで、多少やってましたけどがっつり組んでやってみることにしました。とにかくねベンチプレスの、これから大会に向けてもう一発の数値をねどんだけ上げるかっていうことなので、実践を想定してこれからやっていこうと思います。はい、というわけで、ちゃんとね、動画で見たら分かるんですけど、自分ではすごくね沿って組んでるつもりなんですけど、全然ですよね、ほぼフラットですよ、平らですよね。難しいですね。ちょっと力は普通にやるよりか入るかなっていう感じはするので、上がる気がするんですが、今90キロでねやりました。マックスがね、バウンドさせてで100ですんで、これ競技としてねちゃんとしないといけないんで、これでもまだ止めてないんでね、90キロね、全然なんですけどね。でもちょっと上がる気がしますね、これでやると。ということでちょっと100キロやってみようと思って一発ね組んだんですよね。100キロ組んでやってみました。この感じで上がるかどうかね、なんか調子乗ってやってみましたけどね、上がりませんでした。上がりませんどころかですね、こうラックアウトすら、ちょっともうダメだなってことでやめちゃいましたね。でもただここにねやっぱやってみようかなと思えるぐらいのところの、感じまで来てるので、それはこれはどんどん練習していってね、突き詰めていってやれば、絶対145キロね、いけるんじゃないかなと思いますんで、明日も頑張っていきます。以上です。